精神って本当に鍛えられるものなのでしょうか。えー、土偶 OL ドグのオーエルドッグ子さん、ドッグさん二十三歳からの質問です。えー、土偶 OL ドグのオーエルドッグ子です。趣味でダンボール製のドッグをかぶってセーラー服を着たゆるキャラをやっているんですが、そんなのやってる人がいるんだね、えー。縄文遺跡前でスナップ写真を撮るだけの活動をしてきたら、ドッグ系ゆるキャラとしてドッグのゆるキャラ総選挙。 もうあのこの辺りからついていけなくなりますけども土偶のゆるキャラ総選挙にスカウトされてスカウトされて2年連続で22対中3位になったんですともうこの絶妙な2年連続優勝じゃなくて22 あ,あ、違う。22体中2年連続で3位ですね、えー、成績がいいのか悪いのかよく分かりませんだけど中身の私は人見知りでしかも人見知りでしかも人混みが苦手、えー、テンションは高いのにまあテンションが高いのが10分以上保たないというゆるキャラに不向きな人格であることが2年やって分かってしまったのです不向きかどうか分かんないけども <laughs>、まあ、そんなのはふなしいだけだと思うからさ、えー、分かってしまったのですとで何かというと まあこれがどんこさんね。やっぱり元の一人で写真撮ってアップするだけの個人的で人とのつながりを持たないゆるキャラに戻るべきかつまり、えー、ゆるキャラをもともと個人で趣味でやってた時代一人で写真撮ってアップするだけネットにアップするだけそういう人とのつながりを持たない自分本来の生き方に戻るべきかそれとも自分の精神面を鍛えればいいのか悩んでいます。そこででで質問です。岡田さん、ん精神って本当に鍛えられるもんなんでしょうか、うん 23歳でさ土偶の OL っていうんだったらば本来はセーラー服着てるはずないんですよね。セーラー服を着て土偶やってるということは何かキャッチーなものを目指したっていうまあ、ここのところは一回押さえときましょうやお互い正直に。で一応キャッチーなことをやってみたら目立とうと思ったわけですよぶっちゃけね。 目目立立とうとと。う思っっったたんだけど、想像以上に目立ってしまったと、えー、すいませんここまでは望んでなかったんですと、えー、ゆるキャラまずその土偶のなんだろうな、あのー <laughs> えー、チャンピオン祭りでしたっけ <laughs> なんか土偶チャンピオン祭りにスカウトされたまでは良いとしてで22対中3位という絶妙な成績もまあ2年連続なので。 俺にしてはそれがいいのか悪いのか分かんないんだけどもここから先どんこさんの写真が次々とこうあるだけなんだけども <laughs>、えー、活動をもう一回自分の趣味の原点であるただ単にこれが面白いから写真を撮るというだけに戻るべきかそれとも精神面を鍛えるべきかか。う 真面目に考えると正直精神面を鍛える方がいいと思うなあの,元の本来の私の性格って土居子さん書いたわけじゃんでもその書いたあなたはそんなの被ってセーラー服着ないと思うんだよなそれを着てる時点で本来のあなたはもうそっちへ行ってるわけだ本来のあなたっていうのはんだろう人と,人との関わりを持たずになんだろうな あの誰とも切々に生きていきたいと思った人は段ボールのダグドグをかぶってセーラー服を着てたとえなんだろうんだよ。だからいわゆる何かの仮面をかぶった時にこの仮面だけを見ないで私は本当はこうよっていうふうに思いたい時もあるんだけどもさ仮面込みで自分なわけだからその仮面をもう一回なんか元のかつて自分だったもの 今でも自分はそうだと今ついついつらいから思いたがってしまう自分に戻してもしょうがないと思うだから精神を鍛える必要は正直ないと思うんださっき鍛えるべきだって言ったんだけどあのやるべきことは、えー、現状を見るだけだと思う自分はこんなことをやってきてどれぐらいの人が喜んだのか何でやりたかったのかなんでこの段ボールをかぶって人前に出るということを選んだのかとそれは人に顔を見られずにでも目立ちたいという欲望があったからで。 ここのところをちゃんと自分で押さえたら、精神面鍛えるではなくて、それは自分の中にあった目立ちたいっていう、かわいい子供っぽい自分っていうのを認めてあげることだけなんじゃないか。どちらかというと、鍛えるじゃなくて、めでてあげる自分の中にあるそういう部分をめでてあげることがあればいいんじゃないかと思いました。えー、まだこれでも悩むようだったら、こんな面白いキャラは直に見たいので、ぜひワニスタに遊びに来てください。<laughs> <laughs> 散々いじって精神面鍛えてあげますから <laughs> よろしくお願いしますということで。